はいどうもチャンネル変わらんど川本文明です。今日はですねこちらバンダイさんから発売されている生き物大図鑑カブトムシゼロに新春リベンジガチャ。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあというわけで皆様新春一発目ねガチャガチャ開封レビューさせていただきますが、しかしね、年末にカブトムシゼロにバンダイさんから発売されている生き物大図鑑、ね、出たんですけども、12月の5週目ですかで紹介したんですけども、なんと5種類中3種類しか揃わなかったんです。なので今日はもう他2種類ね、こちらを狙ってリベンジガチャをやってまいりました。ラインナップの方はですねもう紹介してるのですが、サクサクといきたいと思います。今回はですね、5種類ね、まず持ってるガチャね説明していきます。まずはですねこちらがねコーカサスオオカブトね、見事な出来、この羽のツヤ、この躍動感、見事な出来でございます。こちらでこれが1発目。さあ続いては5本の頭のカブト、これですよ。もうこの見事、これもめちゃくちゃ欲しかった。はいはい、こんな感じですね。屈折もこの羽の開きももうよくできてる5本の頭の。さあそしてもう一つがこちらのヘラクレスリッキーの黒、いやーすげえ。でこちらですよ、もうリアルヘラクレスリッキーの黒でございます。さあそしてですね、あと2種類今回狙っていくわけです。まずはこちらヘラクレスリッキーブルー、これです。ブルーですか、ブルーヘラクレスね、稀に生まれる希少価値の高いブルーを狙っていきます。そしてもう一つはこちらヤマトカブトムシレッドカラー、これもう前回のカブトムシも赤持ってないんですよ僕。いや結構やったけど当たんなかったですね。なんで今回はね、しかもレッドカラーはレア、マジかよと。もうさ物欲センサーガチャガチャにもあんじゃねえかと思って、出ない出ない。で今回ねリベンジということでやってまいりました。今回はですね2回だけやってまいりました。これには理由があります。本当は3回やろうとしたの、いつもねなんか保険をかけてねやるんですよ。2個足りなければ、1個多くして3回だけどね、もうそこしかガチャガチャなかったんですよね。その店しかカブトムシ02が人気あって、そして中になんと2個しか入ってなかった。だからもうどうやっても2個しか買えなかった。1個だったら1個しか買えなくて、また探さなきゃいけなくて2個しか買えなかった。その2個やってきただけ。もう2回目出たらガシャーンってガチャガチャ売り切れっていうのが出てきちゃって、赤いのだから買えなかったんで、今回2回やってまいりましたんで、それではまずは1本目。いきます。新春リベンジパカリ。もうねこの間も紹介 したんでね、はいこれねちゃんと作り方でリベンジガチャ1本目はヘラクレスリッキーブルー、出たー、すげえ綺麗、めちゃくちゃいい、今までのヘラクレスの中で一番いい、この色彩すげー、羽のシワリアル、やばい。というわけでこの時点でリーチ、リベンジリーチ、いや出た、すげー、ヘラクレスリッキー。さあヘラクレス、ヘラクレスと違うところはこの反り方と、こちらのトゲが1本しかないところ、まあ個体差によるらしいんですけどね、このトゲの数って。でも大体1本から2本1本ぐらい。これヘラクレスリッキーめちゃくちゃリアル、
やばい、この羽きれい、これすごい。さあお楽しみの複雪オープン、オープン。さあこちら前の方にやると、ここ90度に開くか。いやすっげえ、いや開くわこれで。さあオープンしました。うわ違う、すげえ綺麗、これだよな、すごいな色彩、やっぱりすごい、このそしてこの動きもすっげえしっかり動きます。腹部のこの腹節という、ここが全部しっかりとね、全部これ動くんですよ。これがこうやってよくできてるわこれ。ほらここ、これ見て、このリアル、こちら側から動かしてもほらめっちゃくちゃ、ここ全部動くんですよ。すごくないですか。何よりもこのね顔、やっぱりここが好きな、この動かすと、これを動かすとめちゃくちゃ生きてるみたいなんだよな。うわほらこれですよ、これ、ほらこのシワ、造形、全身の造形が見事スキャンで再現されてますからね。この羽の素材、色の塗り、色彩完璧、やばい、嬉しい、出た。さあリベンジリーチしました。続きましてラスト2本目。オープン、パカリ。さあカブトムシゼロにリベンジガチャ2本目はこちら、ヤマトカブトムシレッドカラー、出たー、すげー、これはリアル、これ見て、このドアップにしても本物と変わらないぐらいリアル、すごい、これこの、うわこの時点でコンプリート、コンプリート、いやリベンジコンプリートでございます。やった、2回で2種類、しかも2個しか入ってなくて売り切れになった、すごいよ、うわやった出た、すごい、や1本目は赤は手に入んなかった、このリアル、この色彩、この色のつきか、ちょっと見てほしいな、この角のところすごい、これはすごいな、この頭の塗り、このレアですよ、レア、レッドカラーレア、色のつき方が全然違うよこれ、やばい、ほらこの黒と赤のこのコントラストですよ、もうまさに、うーわー、このぼかしのような黒、ぼかしのような赤、リアル、角の汚しのような赤の混じった、そしてこの羽、見てこの艶と、この塗り、このちょっとへこんだ感じのリアルさ、そして何よりもこちら複雪オープン、違うんですよ色が、ほらみんな違う、これ塗り全然違うじゃん、ほらすげえ。さあここでまた複雪動かす、うわ全然違うじゃんこの色、すげえよくできてるなあ、このなんかもうリアル、これ何この感じやばいな、これがレッドカラーかよ、この顔のアップ見てよ、このリアルさ、これですよ、ほらすげえリアル、やばいなこれ、すごいよこれ。じゃあ早速ね、格子もつけてみましょうよ。ここがオープンして
このようにオープンしてここに着くわけです。こんな感じですかね。こんな感じですかね。羽がこうやって開いて、うわ赤いな、レッドカラーで、もうさ、こうやって持ってるだけで本物みたいだもん。俺持ってんの、持ち心地も、これも持ち心地が本物やばい。はい、こちらこれ講師ね、後ろ羽って書いて講師がですね、ここにパチッとこう2枚にわざと分かれてます。こう見てこのシミ役、このシミ役がリアルに再現、やばいよこれ本当に。でこの真っ赤なカブトムシにこうつくわけです。ここにここに穴があるんですね。そう、これここの穴にこれをこう入れるわけです。このように入るかな、入った、はい、パチッとこう入りますんで、いやーすげー。でこっちもつけますね、ちょっと待ってくださいね。パチッと、はい、このようにパチッとつきました。やばい、ほらこれですよこれ。でこの用意してあるこの台座、これにですねつけると、でこの台座はここに穴がありますんで、こうね、ここの穴にこう差し込みます。いました。でこのようにディスプレイできると。赤いの見事、見てほらやばい、リアル赤、リアル、これやばい、これ飛んでるところすごい躍動感。こっちから見てみましょう。いやーリアル、これやばいね、これリアルだな、ほらこれはすげー、これはよくよくも、まあ全然手に入らなかったレアのレッドカラー、前回の赤カブトも全然手に入らない、未だに手に入ってない。いやーレアすげー、いい、これだよ1位、やばい。さあというわけで今回はリベンジカブトムシ02コンプリート。いやマジで出た、本当にすごい。いや本当に2回しかやってないですからね、やめてくださいよ、本当に本当にすごいんですかこれ、びっくりしてる本当に。さあというわけでこの動画少しでもいいなと思っていただいた方はですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。コンプリート。